隊が行われています。後半開始の笛です。オフサイドにはならない、寄せないと。ピッチの外にボールが出ました。よくしのいだルンメリク。クリア、しっかりとしていたんでピッチャーは与えませんでしたね。リンク縦に出します。高木、ちょっとイージーすぎたか。後半10分経過。抜かれた。高木前に送って、左へパスを通します。ここでスライディング、後半15分。三村前に出す、入れさせません。前方へ、秋田、後半20分経過しました。打ってきた、が惜しくも外れました。ここで選手交代があります。三浦、ブライトン前、さっきと同じようなボール、ヘッドでクリア。水島、キーパーの正面です。後半25分経過。ヘッドでつないで、左へパスを通します。もう一度三浦、大きくクリア。後半30分経過。北川前、ゆっくりとボールを回します。
ここで選手の交代です。日本、交代枠を使い切りました。フェイナント、前方にクリア、左へパスを通します。縦に出します。ラムズ、前に送ってリンク、前方へ、あと5分です。バンブル、右へじっくりとパス回し、ディフェンス、キーパー正面、長かった試合に今終止符が打たれました。日本、90分間で決着がつかず引き分けに終わりました。今日の試合を振り返ります。実に残念です。残り時間も少ない。